子供に教えられるほどのスケジュール管理力や勉強のやり方って親がそもそもできる人じゃないと難しいですよね。私自身が教養がなく子供にはと思って努力していますが、親が要領が悪いとクオリティの低い教え方、考え方しか与えられないのでどう回避したらいいですか？それはね、まあ親もね、苦手なのか得意なのがあるから、苦手だなとも教え方なんていうのはもうそれは仕方がないんで、親が教えなかったらプロに頼むしかないですよね。でそれでもまあね、スケジュールの立て方とかはね、それはもう試行錯誤するしかないんで、最初から上手に立てられる人いないんでね。でしかもこの立て方がいいとか言っても、その家々とか子供のその年齢差とかいろいろあったりとかするし、もう子供の性格にもよるしね、うまい具合に立てられないんですよ。私もだから立てちゃあ捨て立てちゃあ捨てとかしょっちゅうそんなことしてましたけどね。試行錯誤の連続なんで、だからそこらへんお母さんがそのどうのこうのって苦手とかね得意とかないのでね。とりあえずだから大まかに立てるの苦手だったら今日だけを立てるとかね、今日だけだったらできるでしょ、今日だってどうやろうかなみたいなことをしたらいいだけの話でしょ。でやってみてなんか多すぎるなと思ったらもう明日から少なくしたらいいだけの話なんでね。もうスケジュール立てる苦手だなと思ったんだったら1日毎日立ててみたらどうですか。寝る前にもうほんの2、3分もかからないですから、明日何時から何時何やって何時から何やってって、その時に例えばなんか細かいことがわからないんだったらとりあえず何をやるぐらいに決めといてねってやったらいいと思いますよ。少しずつやらないと上手にならないので、やってみたらいいと思います。最初からね上手なお母さんなんていないから。子育てってね、なんかねなんか何年かやってる人ってなんか上手にやってるなとか思うかもしれないけど、そんな最初からみんな子育てになって生まれて初めてなんでね。自分が子供だったことはあるけど、子供を産むことなんてなんか初めてなんでね、みんななんかね右往左往してるんですよ。だからねそれはね大丈夫なんで、誰かが得意とか不得意とかないんで、子供なんかね子育て得意な人とか得意とか不得意とか、逆に得意な人得意っていうかあんまり子育て悩んでない人って私なんかもそうなんですけど、あんまり何かをやらなくちゃとか子供のことにあんまりなんか熱心になんていうかこうしなくちゃとかそういうことはあんまり考えないってことかな。結構ややこしい子供って生き物なんで、なんか子供のやることをね「へえ」とか言って思ってみてちょっと距離を持ってみるとかね、そういうことしてたらいいと思いますから、得意な人は誰もいないんでね、お母さんが不得意とかそういうあんま考える必要もなく、とりあえず1日だけスケジュールを立てることを始めたらいいじゃないですか。だからそれを毎日毎日立てるのもまた大変でしょ。だから今週はとりあえず月曜日立ててみるみたいなことでね、月曜日立ててみて、ああこういうことなのかって、23日休んでまた木曜日立ててみてね、なるほどもうそういうことなんだって繰り返してるうちに1週間立てられるようになったりしますからね。立てた方が便利だっていうことは分かりますよ。何もなんか毎日も出たとこ勝負で生きていくの大変なんで、立てたらスケジュール立てた方が割とスムーズに1日が遅れるっていうことになるんで、そうこうしているうちにね多少上手になると思いますから、そこで頑張ってみてください。はい。